この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。アメリカ本国ではすでに発売されていたハーレーダビッドソン純正のトライクモデル、トライグライドウルトラがついに日本初上陸。トライクとは三輪のオートバイで、通常のオートバイまた四輪とも全く違った乗り味を持つオートバイ。特徴は普通自動車免許で運転できるので、大型自動二輪免許を所持していなくてもハーレーを所有し、その鼓動を感じることができる。また三輪であることから当然転倒の心配がなく、車体が重い、足つきが不安などの理由で大型自動二輪免許を諦めていた女性も気軽にオートバイの楽しさを手に入れることができるのです。トライグライドウルトラは100年を超えるハーレーの歴史の中で培われた経験と知識、そして技術を結集し、車両細部に至るまで快適性、積載性、そして信頼性を追求し、ゼロから専用設計されている。ライダーに最適な走行体験を提供するため、トライグライドは最高のハンドリングを追求。特に車重コントロールに重点を置いて設計し、快適な長距離のツーリングを実現。また安全性においても十分な配慮が施されている。リアフロント連動ブレーキを標準装備、リアブレーキを踏むとシステムが自動でフロントブレーキをかけ最大の制動力を発揮、ライディングを強力にサポートしてくれる。トライクに乗る上で最も気になるのは操作性だろう。緩やかで大きなカーブや連続するタイトコーナーなど、いかなる路面状況にも対応するようにコーナリング性能を向上。フロント部分の剛性を引き上げ、ステアリングダンパーを装備するなど、ハンドリングも快適。トライクならではの利便性も追求されています。合計容量およそ190リットルの収納は、長距離ツーリングをより楽しく、より快適に過ごすことを可能にしてくれる。トライグライドは手元のスイッチで簡単に操作可能な電動バックギアを搭載。取り回しの不安を解消し、駐車時の移動などいかなる状況にも対応可能だ。またパーキングブレーキも分かりやすく、警告灯も追加されている。率直な感想はものすごく乗りやすい、コーナリングもまあ強化しているということなんで、特に前タイヤも17インチでもう本当に安定してる、まあ目線も高いし、ブレーキ性能も強化してるし、後ろを踏むだけで前も自動的にかかるし、最高ですねこれはね。普通免許で行けるし、もちろんまあノーヘルで行けるんですけど、まあやっぱりね、安全のためにヘルメットはやっぱり必ずかぶって、これはやっぱり女性および年配の人にとったら、乗り心地いいバイク。トライグライドウルトラ、滑らかで伝統的なデザインを持つボディーライン、そしてフロントからリアまで一貫した美しいペイント、 1689cc のツインカム103エンジン、普通自動車免許で始めるハーレーライフ。このトライグライドウルトラはまさに100年の血統を受け継ぐ新たな旅の始まりなのだ。あなたの近くにきっと見つかる関西グッドディーラーズ。安心信頼のサポートで憧れのハーレーライフが始まる。
ハーレーダビッドソン関西グッドディーラーズ。やば、使わない。やばい。よいしょ。着いた着いた。中川さんいますか？はいはい、ここにいます。難波から電車で15分、八重の里ドライビングスクール。うちの女房船旅にハマってるんです。九州往復1万円からで船の上で女子会をとか言って。また今週末もですよ。フェリー飛ばよう。いいな、弾丸フェリー。滋賀県が生んださすらいのシンガーソングライダー佐崎浩。彼が愛してやまないもの、バイク、音楽、そしてこれ、飛び出し坊や。飛び出し坊や、有名な飛び出し坊やだ。前回は飛び出し坊や禁断の制作現場、久田工芸に潜入。わあ、たまらんな。これが第一項ですよ。飛び出し坊やを学ぶことは交通安全を学ぶこと。さて、今週はどんなことを教えてくれるのか。佐々木浩の飛び出すな青春。午後2時、飛び田くんが生み出される現場を後にした我々は、佐々木に連れられ、まだ見ぬ個体を求めて東近江の街を散策中。これ縄跳びで引っかかってる。縄跳びで入りきらへんかって、ああみたいな。ちょっともう靴なくしよったよ、靴ない。ちょっと俺はこの子を何とかしたりたいけど、やっぱりね、僕もね、旅しててね、ものすごい寂しいなる時があんねん。俺何してんねやろと思う瞬間もあんねん。多分ね、この女の子も一緒や思うわ。全然注目もされへんな。もうみんな頑張りすぎとんねん、ほんまに。もっと全国でみんなもっとしてくれや、飛び出し坊やん。こんだけ頑張ってんねやから。はい、ここ一旦停止。もバイクはちゃんと両足つきましょう。左右確認、交通安全やからね。はい、 2回確認。止まるとこは止まる。走ってて思うねんけど、もう常に何かがね出てくるっていう警戒心持ってなあかんわ。うん、バイクで僕らやっぱり裸で風をまともに受けるし、景色も誰よりもこう感じるしね。その分やっぱ飛び出し坊やって存在のやっぱファンも多いんですよ。こうポッとよ、隣からポッと出てくるからね、こうやってね。こう思ったみたいな。どんだけ馴染んでんねんって感じやねん。バイクだからこそ存在をより身近に感じることができる飛び出し坊や。実は佐々木自身も飛び出し坊や好きが高じて、2013年、飛び田くん交通安全大使に就任。旅を続ける傍ら、交通安全と飛び出し坊やの発展に日々尽力しているのだ。この辺にでもね、いてもいいな。まだね、だからそういう意味で本当にほんまの意味で飛び出し坊やが必要な場所まだまだあると思うねん。そこにね、僕は何か飛び田くんの交通安全大使として、こう全国ちょっとずつ、飛び出し坊やをね設置していきたいなって思いもあって、やっぱ僕のこの胸の中にはこの飛び出し坊やいるわけやねん。冬の青空の下、熱い思いでバイクを走らせるシンガーソングライダー佐々木浩なのであった。行き先なんて風任せ、晴れ渡る空、心躍らす道は続くよ。お茶をしに行こう。お茶、ええとこあんねん。ちっちゃい子供、お前ちょうど学校帰りやな。はい、通学路みんな気ぃつけてや。飛び出し注意やで。日も傾き始めた午後4時、お茶休憩をすることに。おすすめの休憩スポットがあると我々を案内してくれた佐々木。はい、到着。はい、ちょっとついてきて、奥の方まで。ちょ、こうやって出迎えてくれてるけど、休憩場所よ、俺の。よいしょ。
あんまりぶっちゃけ教えたらいいねんけど、休憩するとこや。ちょっとお茶しよう。見てこれ、あれ A ちゃんの飛び出し棒や。これ悪いけどいいね、ここにしか A ちゃんの飛び出し棒。書いてくれたらこの名前書いてんやな。子供が頑張って飛び出し棒の頭やけど、なんかごっついことになってるな。自転車乗ってる飛び出し棒。これリアル。これマリオ。で忍者。忍者もなんや、何してるのか分からへん。あんな飛び出し棒やってな。飛び出し注意の看板の意味もあんねんけど、もうあのね、なんか前に向かって頑張ってる姿が愛おしくない。世界に飛び出そう坊や。まあまあこれが飛び出し坊やね、魅力ですわ。そしてここであの山を見てお茶をする、最高やな。もうね、負けは分からへんねん。手繋いでたりな。ちょっと急ぎ。せえの？歯を先やろ。これもなんかもう何を書いてるのか分からへん。これトラック猫や。倒れたままの看板は見過ごせない佐々木。もう誰もなんかもう。よっ。大分やな。アッパー入ってる。アッパーアッパー。でもなんかみんなライダーのみんなもね、ここ来てくれたら嬉しいな。一個のストップスポットで、まあ、ここは俺のオアシスよ。滋賀の自然と飛び出し坊やに囲まれ、満足げな佐々木なのであった。飛び出し坊や、ここにいっぱい僕らのイエスポーツ。これすごないか。そして次回は手作りの飛び出し佐々木くんが登場。設置するため訪れた地元のお店で突然のミニライブが始まった。よく決めたな。次回もお楽しみに。ハーレーダビッドソン関西ウッドディーラーズイベント情報。日本初上陸、ハーレーのトライクモデル、トライグライドがついに発売。普通自動車免許であなたもハーレーを体感しよう。堺市ハーレーダビッドソン南大阪では2月22日23日と創業感謝祭を開催。関西一円ハーレーダビッドソンのご購入は関西グッドディーラーズで。ジャドーレーシングの NBA ネットワークです。今まで好評をいただいておりましたピストン用のコーティング、テフロンのコーティングに加えましてセラミック系のコーティングも始めました。そしてさらにピストンヘッドのデトネーションコーティングも始めました。さらに今回隠し玉があります。じゃん、シリコン系のですねフォーク、それからリアショックのフロードを開発しました。ご興味のある方はぜひともお問い合わせしてください。よろしくお願いします。